はいどうも、りょういちです。それでは、ホールアウト4をやっていきたいと思います。前回は、風力発電のね、装置を切って、ファーハーバーを滅ぼしましたね。そしてね、なんか外に出たら、ファーハーバーの破壊を目撃するっていうのがあるんで、これちょっと見に行ってみましょうか。このまま飛べばいいのかな？ファストトラベルで。飛んでみようか。よいしょ。でも、攻撃されるかな？敵対関係になってるから、直接もう中へ飛んじゃうと、攻撃される気がするんだよね。まあ、その時その時か。まあ、いいや。で、誰が来るんだろう？アトムかな？アトムたちが破壊しに来るってことかな？わかんないけど。どうなるんだろうね。ファーハーバー、滅ぶのか。それか、あれかな？あれが、風力発電が止まったってことは、霧がまあ、充満したってことかな。それだったら、化け物たちが襲ってくるってことかな。そういうことかな。どうなんだろう。でも化け物たちだったら俺まで狙われるからな。そこは心配だな。俺も一緒に殺される可能性高いぞ。着いた。あ、すごい。どうなってる？あ、戦ってる。あ、なんか化け物がいっぱいいる。あ、もうボロボロだ。すごい。うわ、もうほぼ、もうあとも、形もないぞ。うわ、いるいるいる。ホグブローラーとか。なんかいっぱいいる。伝説の発光アングラーに。あー、戦ってる。なんかすげえな。あの緑のやつすげえな。アングラーか、あれ。ちょっと安全な場所に登りたい、俺。俺に攻撃されてるー。ちょっと、そういうのはよし、そういうのじゃないでしょ、今は。そうじゃないじゃん。ちょっと、待ってよ。勝てないから、なんで伝説のやつとか来ちゃうかな。発光か。くそ。しかも、登れなくなった。やべ。目撃できないじゃないか。よし。じゃあ一旦、ターゲット外れたかな、今ので。外れてないな。デンジャーだ。いるいる。あ、もしかしてもう滅んだのか。滅んで全部俺の方に来てんじゃねえのか。もしかしてこれ。あ、奴ら柵で出られないぞ。引っかかっている。いや、そんなことない。来た。行った、入れ。一旦中に入ろう。中の方が安全かもしれない。どうなっている。あ、みんな滅んでるな。ちょっと船。うん、危ない。あ、こっちには来れないのか。もう全滅してるっぽい。ファーハーバーが。これはすごいことになったな。おぉ、すげえ。あ、いる。ここ安全だ。あ、ホグクローラーね。なんだこいつ。すげえな。すげえ、本当にあれだ。霧がね、いて霧が発電機がね、止まっちゃったから霧が充満して敵が攻めてきたんだね。なるほど。よし。化け物たち俺が処理してやろう。こんなノーマルなやつならハープンガンがかなり威力を発揮するんじゃないか。どうだ、弱っ。貫くハープンガンなんだこれ。こういくら硬い甲羅を持っていても貫けるんじゃねえのか。どうだ、弱すぎる。出血ダメージもついてるはずなのに全然歯が立たねえじゃん。え？他の銃はどうだ？爆発。あ、まあ、これは通常通りだな。あとは、スナイパー、ガウス。これだ。これも、期待薄いな。あ、これ効くぞ。お、これまだ効くぞ。お、かなり効く。いいね。こいつね、効果的だ。これでいこう。こいつ意外と動きが早いな。正直まだ戦ったことなかったんだよね、ホグクローラーは。見かけたことあったけどね。すげえな、エビみたいな。うわ、すげえ。広角の持ちのやつとか、なんかやっぱここ島だから水タイプみたいな感じのやつが多いな、全体的に。よし。弱い。OK。シャコかな、シャコみたいだな。危ないって。お、
あいつ何なんだ、何がしたいんだあいつは。危ないな、こっち来るんじゃない。膝砕きだ、膝砕いてやるぜ。どうだ、あ、膝砕けたな、これは。よし、ショットガン。あー、あんまりだな、やっぱり。なんか流れてきてる、なんか流れてきてないか、こっち近づいてきてくれている。よし、危ないな。よしよし、でノーマルでこの強さだったら、これが伝説級とか結構厄介かな、ホグクローラーは。しかも普通の場所だったら動きも速いし、かなり強そうな感じの敵だな。よいしょ、オッケー。他は？他いるね、まだ。まだいるぞ。よし。ガルパーがいたな、そういえば。ガルパーだ。あいつぐらいだったらこれで、ハープンガンでなんとか。あ、外した！あ、当たったか。当たったあれか？こっ。よし。よしじゃねえよ。全然減ってねえじゃねえか。ひるむんだな。でも、ひるむことはひるむ。でも、リロードが入りすぎてるの、本当に。うわぁ、いたぁ、後ろにや。どっか行ったのかなと思ったら、いたじゃん、普通に。ちょっと待って、膝砕け。もう全員膝砕くしかない。全員膝砕いてやるぜ。おらぁ、砕けろぁ。今、俺が砕けちゃう。俺が砕けちゃうよ。待って待って待って。待って待って待って。見にくい、視界が悪い。よし、よし、抜けろ。よし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 。なんとか膝を砕けているような、やつらの。オーケー、いい。ふぅ、ちょっと、来るな。ショットガンだ。お前だよ、伝説の発光アングラー。すげえよ、こいつ。ハープンガンはどうだ？貫け。え、当たったのかな？今の。貫いてやるかい。あ、まあまあ効く、まあ、あ、まあまあマシだな、まだ。まあでもこのリロードのあれから考えたら弱いけど。お、いで、なんだ、いで、お前誰だよ、お前誰だよ、どっから現れた。さっきのガルパーじゃないよね。いで、え、死ね。ああ、嘘でしょ、油断したー、ライフ見てなかったー。はい、戻ってきました。敵はね、全部始末しましたよ。うわ、危ない、危ない。で、ちょっと中を見てみよう。すごいな。すごいボロボロだ。そんな霧が一瞬にして来ただけで、そんなにやられるほどだったのか。化け物はそれだけ強かったのか。でも、普通に、本土の人たちはそんなに、結構化け物たち近くにいるけど、全然、生きてるよね。なんでこの人たちそんな弱かったんだろう。ああ、みんなやられている。残念だ。クエストが全部なくなっちゃったのが残念だけど。まあ、どうせあんまりサブクエストとかやんないからな。結局やんないんだよね。時間がないんだよね。あんまりやれる時間があんまりないから。結局やんないじまいっていうパターン多いからね。本土のサブクエストもあんまりやってないし、結局。あ、この人、アレンさん、アレンさんやられてる。アレンさんは強そうやったのにな。アレンさんもやられている。何も抵抗したような形跡がないけどね。ここで死んでるって。一瞬でやられたのかな。みんなあれか。急に止まって、あれかな。しれっと死んだのかな。もしかしたら。急に敵が襲ってきたから。どうしようもできなかったな。これ何これ。この謎の超グロテスクな人体模型みたいな。何これ、もともとなかったよこんなところに。これもそうだけど、これもそうか。よく見ると死体か、これ。みんななんか焼けてなってしまった死体とかかな。形も残らなかったのかな。ハーバーマン、あ、いたいたいた。キャプテンだ。キャプテンアベリーやられてる。でも、この人が、あれなんだよね。ロボ、え？なんだ？
なんだなんだなんだ。いるじゃん、まだガルパ。ガルパまだいるじゃん。ちょっと待ってよ。くそ、どういった？あの野郎。来いよ。お。おらららら、おらららら。いてててて、いてててて、いてててて。ちょっと待って待って待って。危ない。危なかったぜ。意外と危なかった。早いんだよね、ここらの敵は全員。よし。これ、全滅だろう。多分。で、ショートコンバットショットガン。あ、人造人間の部品持ってるわ。本当に。自分で持ってても気づかないものなのかな。人造人間って、自分が。特にだな。上は変わったところはない。誰も生き残りはいないのだな、本当に。一人ぐらい生き残っててもいいもんだけど。逃げられなかったのか。あ、金庫がある。なんでこれ盗むになるんだろう。もう転んだの。誰もいないの。すごいな、この、これが気持ち悪すぎるわ、この、このドクロ、ドクロのなんか、人体模型、本当に。ああ、みんなやられてます。残念ながら。すごいな。なんか抵抗した跡が本当にない。誰も戦えなかったのかな。武器を持ってないもんな、あんまり。武器を持ってるけど、あんまり、あれぐらいの数だったら勝てそうなもんだけどな。弱かったのか、そんなにも弱かったのか。で、いずれ死んでたな。この人たちは。そのあの装置だけで守られてたんやったら、本当にいずれやられてたよ。装置なんていつ壊れるかわかんないからね。酒場行ってみよう、酒場。酒場にも誰か死んでんのかな。嘘でしょ、なんかいるじゃん、バカか。なんでいるんだよ、アングラ。おいおい、ふざけんな、ふざけんな。ちょっと待って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 。危ない、びっくりしたわ。上がってこれないのかな。細いから上がってこれないのか、あいつ。あれ、いない。あ、いた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 。燃えちゃうから。くそ。ひざくだけ、ひざくだけ。ひざくだけ、そう。オッケー。ラジオ切ろう。ラジオ、うるさい。ジュークボックスが鳴れてる。ジュークボックス、切っとこう、一応。よし。ショットガンだぜ。こんなところまで敵がいるとはな。驚きだ。よいしょ。オッケー。いいね。よしよし。ふう、危なかった。ビビらせやがって。特にだな。何もない。死体ももう全部この中、剥ぎ取れない死体だ。あ、これは、人だ。ミッチ。誰か知らんが。なるほどね。すごいことになったな。一瞬でだな。本当に一瞬で、転んだな。完全に。誰も生き残りがいない。よし、こんなもんか。じゃあ次アカディアの方行ってみようか。アカディアの方も何か変わってるかな。カスミとも話さないといけないしな。よし、そっち行きましょう。はい、アカディア着きました。変わった様子は特にないね。敵対してるというわけでもない、ここら辺の人は。うん、どうなったんだろう。よし、入ろう。よし、ディーマは、ディーマは何か言うかな。怒ってるかな。ファーハーバーを飲み込み、町の人は残らず死に絶えました。島の生物に引き裂かれ、食われてしまった。食われてしまった。なんてことをしてくれたんだ。怒ってる。テクタスを入れ替えるという計画はどうなりましたか。仲間の一人を犬死にさせてしまいました。
なぜあんなことをしたんですか。なぜあんなことをしたかと言われてもね、自分ではない、自分ではないことはないな。決断をした、謝る。アトムに壊れ、なんかもう信者になっちゃってるね。まあ、決断をした、決断を下したんだディーマ。お前がこれまで何もしなかったからだ。責任を押し付けられるなんて思わないでください。大量虐殺をしたのは私じゃない。もう話すことはありません。マジか。あなたに手渡されたこの新たな醜悪な世界にアカディアを備えさせなければなりませんから。めっちゃ怒ってるやん。あなたのためにその血で汚れ切った手で生きていけることを願いますよ。かなり怒っている。でも敵対はしないんだな。うん、なるほどね。何こいつ、あれかな、共存させたかったのかな。でも無理だったけどね、どう考えても共存は。あいつら全員での。よし、じゃあかすみに話してみよう。ここでかすみを追跡したのね。かすみのところへ行こう。どうなるんだろう。かすみは何か反応するかな。それとももう家に帰るのかもしれないな。クエストが全部終わったから。ファーハーバーのことを聞いたわ。あなたなんでしょ。ディーマの記憶を使ってキリコンデンサーを止めたのね。それしかなかった。それしかなかった。ファーハーバーは滅びなくてはならなかった。あなたはそれでいいの？誰が生きて誰が死ぬのかを選ぶなんて。私だったらそんな選択をできるかわからない。もうすでに選んできたからね。私たちが初めて出会った時、あなたは私を迎えに来たよね。家に連れ戻すために。そのことについていろいろ考えてたの。私が家を出たからケンジとレイを傷つけてしまったのね。全てが順調のふりをして家にとどまることはできたけど、私は彼らを置いて出た。私は戻るべきなの。彼らはもちろん私のことを、娘だと思っている私のことをまだ気にかけてくれる。二人には娘が必要なのよ。娘を持つ資格もある。アカディアのことは全て解決した。答えは見つけた。解決はしてないけどね。他の人のために何かをするべきなのかも。そう、中野夫妻が必要としている。アカディアが向いている。あ、なるほどね。残すこともできるってこと。まあ、どういうことだ。どういう意味だ。本物の霞が死んだのは分かってる。私と入れ替わったことも。あ、本当に人造人間だったのか。ケンジとレイは本当に知る必要がある。もしまた家族になれるとしたら。なるほど。私がすべきことは家に帰ること。彼らが失った娘を取り戻すこと。おお。その義務があると思う。ってことは本当にカスミは人造人間だったってことか。急に明らかになった。そうなの。人造人間だったのか。ようやく気づいた。なぜ気づいたんだ。なぜ気づいたかもどうかもわかんないし。まあでも、まあいいか。中野夫妻が必要としている。とりあえず。カスミ、あんたの言う通りだ。家族が必要としている。家に帰るんだ。そうする。必需品をまとめる準備をして、みんなに別れの挨拶をしないと。いろいろと手伝ってくれてありがとう。連邦で会えるかもね。おお、ミスター中野と話すだって。なるほどね。これであれかな、終わりかな。メインのクエスト的なやつが一件落着。一件落着ではないかもしれないけど、結局カスネ人造人間で、まあそうだな、本物は死んで入れ替えられてたってことだよね。なんでそんなことになったんだろうか知んないけど、まあインスティチュートのあれがしたのか、いつものパターンか。でディーマのとこへ来たってことだよね。なるほどね。一応その謎は解けたのか。じゃあカスミの謎は解けて、うん、まあファーハーバーは滅んだけど、まあそれはそれで一つの道だね。仕方がない。仕方がなかったんだ。はい、クエストでなんか上級調剤師隊にファーハーバー崩壊についてね、知らせるというのがあったんでね、ここニュークリアスにね来ましたよ。話してみよう。聞こえてるのでしょう。どこにいるのこれ。上、この中にいるのか。中に入ったぞ。どこだ。隔壁か。
この中にいるのか。どこだ？どこにいる？だいぶ奥にいるな。なんかいたぞ。祈っている。それが起きた時、私には風向きが変わる音が聞こえた。終わった。テクタス。そうだろ？バハバはついにアトムの崇高な王国へと回帰したのだ。アトムに栄光あれ。あなたが彼らの運命を終わりにした。報酬はもらえる？すごいな。報酬もらえるかな？聞いてみよう。そう。終わった。これで報酬を。もちろん。だが私が言いたいのは、彼が我々のもとに君を送ったことについて疑問の余地はなかったが、やっとその理由が分かった。君のおかげで我々信徒に迫った最大の危機は通り過ぎた。そしてその功績を称えて報酬を渡す。おう、くれるんや。さあ、君の働きを考えれば些細なものに過ぎないが。なんだ？あ、アトムの防壁。こんな鎧かよ。放射能とともにダメージ耐性とエネルギー耐性が増加。あ、まあ確かに防御力が高いな。普通の防具だよね。パワーアーマーじゃないの、これ。うん。高いっちゃ高いけど。防具か。アトムの名声を広げる偽りなき献身を君は示した。かかる献身は称えられるべき。武器欲しかったな。今後は皆に聖戦士と名乗りたまえ。聖戦士。君の偉業にふさわしい称号だ。新しい称号。霧の中で君が支援していた入植地だが、我々も接触を試みた。この事態を知らせるために宣教師を派遣した。何？誰？我々の大義に同意してもらうのはたやすいはずだ。聖戦士よ、君はファーハーバーの邪悪な時代を終わらせた。アトムの時代を歩みなさい。なるほど。なんだこれ。なんか得たぞ。放射能を受けるほど武器ダメージにボーナスが与えられる。マジで。いや、いいのか悪いのか。私は何を考えている。兄弟たちに知らせなければ。どうした、急に。急にどうした、お前。急にどうしたんだ。よし、だがまあこれでなんとか終わったね。なんか走ってた。めっちゃ走ってたぞ。ファーハーバー滅んだことをみんな知らせに行ったのかな。なるほどね。これで、とりあえずはこのクエストも終わったか。あとは、あれだな。メインの霞の、あれだな。親と話さないといけないのが残ってるのか。姉妹たちよ。ん？なんか喋ってる。聞け。そしてファーハーバーの演説が始まったわ。演説。うるさいな。まあいいか。もう出よう。ん？演説終わり？異端者のあの砦は落ちた。煮えたぎる暴徳の大釜は打ち壊された。ついに消え去ったのだ。今日というこの日、アーハーバーの通りには霧が濃く立ち込めている。我らが擁護者のおかげだ。勇気と献身と決意にあふれた人物だ。我らが聖戦士。この瞬間を忘れるな、皆の者よ。おかげで新たな時代が始まる。我々の時代がアトムに栄光あれ。アトムに栄光あれ。おお、なるほど。そういう感じか。はい。というわけでね。まあ、今回はここで終わりたいと思います。まあ、次回はね、まあ、核発射機まだ残ってるんで、発射できるならもう発射しちゃおうかな。発射して、アトムも滅ぼそうか。もう、パワーハーバーだけ滅んだら、ま、不公平なんで、まあ、アトムも滅ぼそうと思います。というわけで、今回はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。